本日は西山氏とエスパー氏の事件を簡単に説明いたします。ただ一部分私としては分かっていないこともあります。それは西山氏がなぜエスパー氏をつながって仕事をすることになったのかです。西山氏は配信で頼まれたからと発言しておりますが、正直信用に値しない気がします。では始めていきます。ここからは継承略でいきます。エスパーは解体業を営む社長です。長年無職引きこもりだった西山がそこで働くこととなります。西山一家としてはお祭り騒ぎです。今まで何一つうまくいっていない、働いた経験だってほとんどなく、親にパラサイトして生きてきたわけです。親としては嬉しいですよね。そこで西山のご両親、そしてお兄さんも含めてエスパー社長に挨拶をします。きっと西山としてはやめてくれよ、俺だってやるときはやる男なんだ、そんな気持ちだったのかもしれません。そしていよいよ発言場の日程が決まります。西山は常に酒を飲み夜行性だったことから、エスパーは心配して事務所に泊まっていいよと言います。事務所に泊まった西山はいつものごとく浴びるように酒を飲むわけなんです。結果働けない。エスパーは怒り、そんなんじゃダメだ、うちで働くことはできないと揉めます。そこで西山は逆切れをかまします。一体言わないで揉めます。ここは憶測になりますが、エスパーとしてもご両親が出てきたことでリップサービスをした可能性があります。それを勘違いして自分は特別なんだ、ネットの一部では有名人なんだと思ったのかもしれません。それが故に言っていることと違うじゃないかとなったのでしょう。そして父親にムカついて味噌汁をぶっかけ、刃物を持ちエスパーへ襲撃。結局一日も働いていないわけなんです。これマジで厄介だと思いますよ。求人募集って美味しい表現を多用します。例えば会社の中でトップの成績の人物のキャリアアップを参考例に出したり、年収も一番良かった時期のインセンティブを含む月収を掲載したりする企業って腐るほどあります。その参考例という名の特別事例を真に受けて話が違うって怒り出しそうじゃないですか。ここで行動面だけで少し考えてみたく思います。特殊清掃、探偵、運送業、どれか一つでも真剣に取り組んでいるのありますか。探偵だって協力者がいて、そいつが資格を取るのかして時間がかかるがやる、俺はサポートだって言っていましたが、よくよく考えると他力本願です。お金を借りてもバックレ、枠に負けても何も知らねえだろと逆切れ、ナースケ氏に小種注いだりしながらもヤードでいじめて反旗を翻したら逃走、マスラオには関係者が多く言った手前でたが言い訳散財で練習すらせずボロ負け、せめて新天地である北海道で配送業くらいはと言いたいが、そもそも免許ないからどうすんのさ、仲間に赤帽をやらせて自分は経理で中抜きってのも無理だぞ、そもそも経理の資格ないだろ、赤帽じゃないとしたら営業で仕事引っ張れるのか、厳しいんじゃないのかな、どうなんでしょうかね。今後矢印を自分に向けて頑張ることできるんでしょうかね。まあ配信の世界ではそれすらも認めてくれる人がいる世界なので、それもそれなのかもしれませんが、世界が狭くデビューが遅い。あと何年配信で食っていけるんでしょうか。国民年金なんて金額低いし、払っていない可能性もあるし、配信で食えなくなったら生活保護となるのでしょうか。